以前夫が出会い系であった女としていることを相談させてもらったものです。ひろゆきさんの意見、皆さんのコメントを見せていただき、男の人はと私のバカの男を同じくくりにしてしまったことを反省しました。特殊な人と結婚したんだと腑に落ち、なんやかんやで楽しく日々過ごしています。また数名の方が気抜いてくれるのを発見し、一人ではしゃいでしまいました。この場をお借りして気抜いていただいた皆様ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。だから感想で2440円いただけるとね、はい、あざっす。よくいろいろ妄想するのが好きなんですが、今の世の中で感じるのが、もう人間が人間を育てるのは限界が来てるんじゃないかと思って、将来的にはマトリックスみたいなシステム装置の中で、世の中で生きていく力がついてから目覚めさせる、身体的には15から20ぐらいでみたいな方がいいんじゃないかと思ってたんですが、ひろゆきさんは将来どうなると思いますか？多分長期的にはその方がいいんですけど、あの長期的に正しいということと、あの人がそれを選べるかっていうのはまた別の問題だと思うんですよね。例えばその多く の, あの日本 の, そ の, あのお父さんとかお母さんとかって教育に関しては素人なんですよ。まあ当然じゃないですか。あの日本ってその子供2人以上の人の方が少なくて、あの一人っ子の方が多かったりするんですよね。でそのたった一人で最初の教育っていうところで、まあ、あのやる状態で、基本だから教育したことないですっていう人が子育てをするんですよ。なのであの教育の専門家ではない人が教育をするよりも、きちんとデータがある状態でそのデータに従ってこうした方がうまくいくよねってやった方が、あの子供が伸びる可能性は高いんですけど、でもなんか母親が育てるべきだよねとか、なんか家族一緒にいた方がいいよねみたいなところが価値観が強かったりするので、なのでそこはもう文化の問題なんじゃないかなと思うんですね。だイスラエルとかだと確かなんかあの器物だっけ、なんかあの子供を大量に集めて、あのそのなんか生育だったり教育だったりっていうのをもう国が決めたシステムでやるみたいなのがあったりして、で割とイスラエルって優秀な子たちがいっぱいいてっていうのがあったりするので、なので多分システムとしてはそっちの方が正しいんじゃないかなと思うんですけど。